はいどうもみなさんこんにちは。監督ラボの監督です。今回はですね、バイオハザード違う。ライフイズ違う。世界で一番売れたゲーム、マインクラフトをやっていきたいと思います。で、今回なんですけども、初めての夜を生き抜く方法。このテーマに沿った実況プレイをですね、やっていきたいと思います。この監督ラボの世界だと、いろいろアイテムが揃っちゃってるので、新しい世界を作ってやりたいと思います。新しい世界を作成。はい。では、どんな世界からスタートするのでしょうか。どういう場所にスタートするかは、入ってみないとわからないので。はい。おーっと、すごいところに出ましたね。はい。ではですね、スタートしたわけなんですけども、まずはですね、皆さん、羊を探してください。羊は白い羊ですね。その羊から取れるウールというものをですね、最低3つ。ゲットしてください。で、これは牛ですね。とりあえず歩き回ってください。ちなみに高いところから降りるとダメージを食らう場合があるので気をつけてください。このぐらいの高さであれば大丈夫ですね。これは豚ですね。近くをぐるぐる回るのではなく、もう直進して進むのがおすすめです。あれは牛ですね。子牛ですね。これは鶏ですね。お！いました！いました！向こうに羊がいます。おい、おい。はい。よし。ちなみにこれ1段ずつしか登れません。この2段は登れないので、こっちから行って、よいしょっと、よいしょ、はい、お、いたいたいた。はい。で、かわいそうですが、倒します。はい。あ、逃げた。はい。4回で。はい。で、これです。これが、ウールです。ウール1個手に入れました。あと2体。あれさっきいたよね。羊、あれは？おー、珍しい。猫。猫ですね。ちなみに猫もですね、飼うことができます。やばいよ。早くしないとね、暗くなっちゃうんで、そろそろ出てくれないとちょっと、お！声が聞こえました。そう、このマインクラフトはですね、音が結構重要なんですよ。この近くに羊が絶対にいます。怪しいぞ。向こう怪しいぞ。羊、いた！いました！いました！2匹います！もらいます。はい。はい。オッケー！そしてですね、すぐさま土をたくさん取ります。最低50個。ちなみに土っていうのはですね、下にあります、6って書いてるところですね。今8になりました。はい。はい。OK！ よし。家を作る場所を探しましょう。上にしましょう。自分の家なんで、分かりやすいところにしないと、どこに建てたか分からなくなるので、土を置きます。はい。はい。はい。ここはですね、最低3ブロック作ってください。縦に。はい、そして、はい、はい。やばい。太陽が沈んできました。えっと、よし、ここから。はい。木を切ります。ちょっと待って、やばいぞ。暗い。よし。木がね、結構時間かかるんですよ。あー、暗いなー。ちょっとモンスターが出るまで木を切っていきます。10個。オッケー、15個。よし、戻ろう。でですね、さっき作った家、茶色ですね。まだ敵はいる？敵いてないね。よし。とりあえず、高いところから飛ぶとダメージを受けます。はい。はい。でですね、ここからなんですけども、まだいないよね。夜になると敵はいる！あそこに見てください。あれゾンビです。ここにもいる。やばいやばいやばい。蓋を閉じます。はい。これで大丈夫です。ここからなんですけども、作業台を作ります。ここに作りましょう。作業台の前に木を木材に加工します。これですね。はい、はい、はい、はい。全部やっちゃいます。はい。60個でもかなり十分ですね。作業台。これを作ります。はい。で、ここで、ベッドを作ります。で、ベッド、はい、これです。はい。で、さっき取った上の白いものですね。それがウール3つですね。と、木が3つあれば、ベッドを作ることができます。この辺に置きますか。はい。あ、これで大丈夫ですね。で、ここで寝ることもできるのですが、明日に備えて作っていきましょう。いろいろとアイテムを。チェストというものですね。これを作ります。いきます。で、チェストの中に使わないものを置いていくことができます。はい。で、とりあえずじゃあ、一夜寝ます。はい。で、これで一夜過ごすことができました。はい。で、朝になりました。で、朝になりますと、ちょうど今ですね、ゾンビ食らってますね。ゾンビは、朝になると燃えます。おーおーおー、燃えろ燃えろ。はい。はい。はい。腐ったお肉になります。今後ですね、この家を見つけづらくなるというのを避けたいので、緑のやつは、マジやばいです。あいつは自爆します。今の地帯だと結構わかりやすいんですけども、場所によってはですね、どこに家あったっけみたいな感じになるので、そう目印としてこういう感じで高くやっときます。で、これくらいだと多分食らっても死なないかな。はい、結構。左上がですね、HP です。あれがなくなると死にます。じゃあ、ちょっと行ってきましょう。あとですね、このマイクラではですね、木はですね、今後必要になりますので、で木を切るときに、この斧、ちょっとこのスピードを覚えてください。こういう感じでできるんですけども、斧を使わなければ、結構かかるんですよ。斧を使うと、もう今回のスピードでもう半分ぐらいですね。木はたくさんあった方が絶対いいです。なんか、ちょっと待って。何あれ？すごいレアですね。もう、蜘蛛の巣張ってるぐらい滅びた村ですね。あとこれゾンビですかね。あー、ゾンビです。ゾンビです。家から出ると焼かれるので、多分部屋にいるっていう状態ですね、これは。ちょっと出れない。痛い痛い。サボテン痛い。サボテン痛い。あと、この肉なんですけども、羊の肉は食べることができまして、右上が HP です。で、これがマックスになると左上が徐々に回復していくので、ちょっと見ててください。ないかな、洞窟。いや、こうやって探そうと思えばね、見つかったー。これ夜、ここ奥まで行くとなんかモンスター出てくるので、この辺をちょっと散策します。普通のものでやると、もうすごい時間かかるんですよ。これ見てください、この時間。まだ壊れません。ここでやっと壊れます。はい。先ほど作りました、ツルハシだと、こう。これ、早くないですか？めっちゃ早くないですか？こういう感じで、ガンガン掘れます。よし、帰ろう。暗くなるので、早めの行動です、絶対。自分の家がどこか探します。で、やっぱ高いところに行くと、自分の位置が把握できるので、あ、見てください。あの高いやつ。あれがさっき自分が作ったあれです。お、農村だ。で、こういう町とかだったら、で、人参もですね、HP 回復します。もう全部回っちゃいましょう。はい。ほら、回復します。はい、OK。やばいよ。急いで。とりあえず間に合いそうです。暗くなってから移動したら確実にもう真っ暗闇でもう自分の位置がわからなくなります。これですね。これ役に立ちます。これやってください。皆さん絶対。はい。で、ここで、閉めちゃいます。土、ちょうど3つあります。これ開けといたら入っていくんでね。ういっ。オッケー。で、このチェストっていうところに、使わないものですね。例えば人参を全部置こうみたいな感じですね。で、ここでご紹介なんですけども、作業台がない時でですね、今持ってる道具で作れるものがこれしか作れません。はい。ただ作業台のところで作ることによってこんだけ、また他にもさらにですね、この赤いのは作れないんですけども、この辺とかは作れます。例えばボートを作ることもできます。この丸石のいいところというのはですね、こういったその木だったら木の剣よりも強いこの石の剣というものが作れます。石の斧というものですね。もうバージョンアップしたものを作れるので、で、例えば今ですね、このまま寝たら OK なんですけども、実際にこれ出たらどうなるのかというところをやってみたいと思います。じゃあ一応剣持とうか。ゾンビはいないかな？あ、あれウサギか。あ、ゾンビだ。なんか色が。ほら。あ、ちょうどいいです。クリーパーなんですけども、こいつがやばいんですよ。近くに行くと、チッチッチッって爆発します。こうやったらもう離れてください。うわ、爆発した。っていうわけで、ここがもうがっつり穴が開くんですよ。あ、痛い。やばい。で、ちなみにじゃあ死ぬし、ここで死にます。あいって、例えばこれ復活するとして、今見てください、下の部分。アイテムが1個もないです。あそこですね。で、死んでからですね、5分以内に戻ればアイテムが拾えます。なので、急ぎます。とりあえずちょっと回収しに行きましょうか。あと、雲もいます。こいつも敵です。お、結構強いです。なので逃げます。だって夜が暗いんですよね。今回このブロックが白いんで明るく見えると思うんですけども、本当にやばいですよ。ゾンビがいますね。結構いるなぁ。痛いって。あ、ここさっき相手が自爆したところだ。ということは、こっち側にアイテムが、ここにありました。オッケー。これ5分経つと、いって誰弓矢使いがいる。どこだアイテムゲット。いっておらだとこれゾンビなんですけども、これ、一回切って離れれば、結構倒せるんですけども、2、3匹に囲まれるとやばいです。わー、これ触れればダメージ受けます。こうやってブロック化してサボテンをゲットできます。はい、サボテンを置いたりですとか、あと砂ですね。砂で隠しちゃってもはいできます。このはしごなんですけども、はしごの使い方としては、ここにつけると、はい、はい、つけるともうさらっと登れます。はい、というわけで、ぜひですね、参考にしていただければなと思います。マインクラフトおすすめです。とても面白いので、ぜひやってください。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。マインクラフト、初めての夜を生き残る方法という動画を作りました。他にも動画を作っておりますので、ぜひとも今後もよろしくお願いいたします。監督でした。最後までご鑑賞いただきましてありがとうございます。この監督ラボでは、自主制作映画16年間で学んだ切り口だったりノウハウを徹底的につぎ込んだ面白い動画、ちょっとためになる動画を出しております。チャンネル登録、並びに他の動画もぜひご覧ください。監督ラボの監督でした。